どうも、お姉チャンネル TV のお姉です。今回はスマホ画面を見てもらった方がわかりやすいと思ったので、こんな感じになっております。はい、今回紹介するのはこちら。まあ、見えてますね、もうね。これです。一番くじ、プリントキャラマイド、エヴァンゲリオン20周年アニバーサリー。エヴァってもう20周年なんですね。20周年だった。早いのかな、遅いのか。今回見ていて、これえって思ったのがあったんで、まず紹介すると、これダーッとしていって、まあこれ購入方法ですね。今のとここの、3種類っぽくて、あとは近日公開を楽しみにってダーッてあって、結構多いですね、いろんなのが。いろんな絵柄があるみたいですけど、この3つの中でこの一番上ですね、2番目3番目は10月4日から10月10日までの販売期間らしいんですけども、この一番上のこれクリックしてみますと、2015年10月4日日曜日のみの限定販売となります。で、絵柄は出てないんですよね、シークレットだからね。これ気になりません？いや、プリントしてからのお楽しみだよっていう、これをちょっと気になったんで、エヴァ結構好きなんですよね。ちなみにアスカ派です。はい、この後セブンイレブンに行ってプリントしてきます。そちらの映像に切り替えます。どうも、今セブンイレブンに来ました。はい、では早速中に入りたいと思います。予約番号これですね。結構長いですね。中止ボタンで中止をしたらどうなるんだ。おお、プリントは完了しました。どこどこ、一緒じゃないの。こっちか、こっちでした、こっち。
綺麗。はい、以上セブンイレブンからお送りしました。はい、帰ってきました。残念なことにプリント予約番号を入力したら、絵柄が出てきちゃってました。超決めてだったんじゃないの。いやー、ちょっと残念だったな。直前でバレちゃってたよね。発想が面白いなと思ったんですよ。どんな絵柄かは秘密だよっていうドキドキ感。どんなだろう、でもそんなするんですか、すごいいい絵柄なんだろうなみたいなさ、そういうワクワク感がさ、予約番号を入れた瞬間に出てきて、見えちゃってるし、なんか画面が光ったってよく見えなかったんで、パッと見おめでとうって書いてあって、で初号機がダーン、まあ、かっこいいけどね、かっこいいけどダーンっているだけみたいな、一瞬悩んじゃいましたけど、まあ、はい、これです。これが10月4日本日だけのプリントキャラマイド絵柄です。これプリントされたのよく見たら、ほらシンジがいるんですよ。ゲンドウがいて、なんつうんだっけ、こういうのいっぱいいるんですよ。中に、中にじゃないね、初号機の、初号機に思い出が詰まってるよっていうのかな。見えますかね、いろんなシーンがこう初号機の中に映されてっていう、なんて言えばいいんだっけ、こういうのね。いや綺麗ですよね、綺麗、すごいなと思って、さすがその20周年記念にふさわしい感じですよね。これがレイちゃん、あ、映ってない、これがレイちゃん、顔隠れてるよ、いいのか。はい、今話してみて、はい、1995年10月4日から2015年10月4日エヴァンゲリオン20周年。あ、これ今気づいたけど、バンプラ IB 映ってる、やべえ、 ID がバレちゃう。打ち込んじゃえば平気かな、平気なのかな。いや、すごいトゥルトゥルしてて、すごいやっぱ家でプリントしたのとはまた違う高級感が出てます。この動画を見た後に買いに行こうと思っても、おそらく編集してどれくらいに上げられるかわからないけど、おそらく多分間に合わないと思うんで、今日しかもらえない、今日しか買えないからね、これね。今日限定っていうのがね、買う方もちょっと嬉しいですよね。最後までご視聴ありがとうございます。バイバーイ。